仙北市は秋田県の東部に位置する市である。片栗秋田県の東部中央に位置し、岩手県と接する。市のほぼ中央に田沢湖があり、東に秋田駒ヶ岳、北に八幡平、南は仙北平野へと開ける。田沢湖地区は日本で最も深い湖、田沢湖がある。農林業と観光業が盛んで、小規模な縄文遺跡が点在し、 北部に位置する玉川温泉の北東石は、国指定の特別天然記念物である。角野立地区は、武家屋敷を中心とした、重要伝統的建造物群保存地区があり、道の区の小京都と呼ばれる歴史の町であるとともに、桜の名所である日の木、内川堤を要する。秋田新幹線開業後はさらに観光客が増加し、東北有数の観光地となっている。 西木町地区は大きい西焼けでラグリや八津地区の片栗の群生があり、自然と歴史の町となっている。盆地特有の気候を持ち、明確な四季を持っているのが特徴的で気温の年角差が40度以上あるため、秋田県内では最も寒暖の差が大きいことが特徴であり、陶器の降雪量は比較的多く、全国の中で見れば北海道の旭川市や釧路市、 岩手県の八幡体、青森県のスカユ周辺ほどではないものの、玄関の地域である。特に降雪に関しては、国内有数の降雪地帯に数えられ、特別降雪地帯に指定されており、特に、毎年、冬の2月頃の時期は多量の湿雪が降りやすく、平野部でも、最新積雪が多いところで1メートル以上に達する、こともある。また、火器の気候に関しては、 摂氏30度以上の真夏日になることも少なくないものの、オウム山脈の影響を直接受けやすいためか、摂氏三35度以上の猛暑日になることは極めて稀である。合併協議会設置の際、中船町にも協議会への参加を打診したものの、最終的には今の旧山町村で開いた。合併に関しては、平成15年9月に、 角野立と田沢湖を連ねたものとするという協議を行った。しかし、旧田沢湖町と旧角野立町が合併後の主導権を争う構図となり、両町が対立。市の名称は、両町の名前を併記する折中案が提案されたが、田沢湖角野立市、角野立田沢湖市という、どちらが冠を持つかで両町が対立し、決定に至らなかった。その後、 協議会は名称の選定に住民アンケートを提案。その結果、最終段階で、道の区角野立、田沢湖、北野都が候補となったが、角野立、田沢湖では、両町の対立が解消できず、道の区は周辺の東北各県の自治体の反対によって、協議会議長が採決に持ち込めない事態に陥った。再度協議会の協議による名称決定により、 三次選考で一旦候補から外されていた仙北市へと落ち着いた。しかしその後、旧田沢湖町と旧角野立町の対立は深刻化し、旧角野立町町長が協議会合体を宣言、旧田沢湖町と旧西木村が西木田沢湖合併協議会を立ち上げる事態になった。西木田沢湖合併協議会では町の名称を田沢湖町役場の位置を 旧西木村役場とすることで合意していた。旧角野立町では合併協議途中で合併推進から単独立町やむを得ずに方針を変更した町長が辞職、出直し選挙を実施した結果、あくまでも合併推進を掲げた石黒直司が当選。旧田沢湖町と旧西木村は再度旧角野立町を受け入れ。 西北沢湖角野岳合併協議会は再開した。なお、名称が決定した当初、秋田県内には千北軍千北町が存在したが、すでに大仙市への合併によって千北町の名称が消えることが決定しており、反発や県民からの疑問の声はそれほど多くは上がらなかった。一部の地域によっては、地区名が外されたり、障子がついたり離れたりしている。 ただし、旧田沢古城だけ合併後は、仙北市田沢古城ではなく、仙北市田沢古と表記されている。合併当初の議員報酬は、議長が月額40万8千円、副議長が月額35万7千円、議員は月額34万円と定められた。旧町村寺から比較すると、報酬額が大幅に増えて2倍近くになっている。合併による、 議員報酬の増加率がここまで高くなったケースは平成の大合併で誕生した市町村の中でも極めて異例の増加幅である。この件については現在でも多くの住民から批判が寄せられているが議会内でもこの増額の率は妥当であるとする意見が多数派となっており今のところ見直しの目処は立っていない。その他に年間12万円の政務調査費がある。 一般工房1003点から福岡県在住者の作品が採用された。日本三大劇団の一つ、わらび座の本拠地である。また、県内有数のチビールの産地としても知られる。高速道路一般国道秋田県道主要地方道、一般県道市道秋田駒ヶ岳角野立町の武家屋敷通り日降鎌倉角野立の桜祭りの時期は毎年、 百数十万人の観光客が訪れるが、東北地方太平洋沖地震後の2011年は、花見開幕に際し、祭りの言葉を自粛して、頑張ろう東北角野立ての桜と名称を変え、夜間照明を控えて6日間の期間短縮と各日2時間の時間短縮をした上での開催を決め、またチャリティーイベントも計画した。ありがとうございます。